どうも。ゆるんだ。まあいいか。ポコさんのうち？かわいいやろ？なんやねん。大福みたいな顔しやがって。かわいいうち。リエモンみたいな。なんだよ。吠えてる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 。どうしたんだよ。どうしたんだよ。むし、仕入れない。今日は学校で、あ、学校行ってないわ。学校行ってないわ。あのオンラインで授業があったので、オンラインに40分前くらいに入ったら、昨日は1時間前くらいに入ってんけど、なんかそのお友達一人だけな、先入っててん私の前に。でその子以外は誰も入ってなかったんで、私2番目やってん。で今日は昨日よりちょっと遅くなったから、まあ誰か入ってるやろなって思ったら、まさかの今日も2番目やった。そんなことある？おもろいよな、性格出るよなあれ。で、はよ入ったらペンギン先生が来て、あ、ペンギンやってなって見てたら、なんかすぐどっか行っちゃってんけど、最後の終わる時にも来てくれた。絶対ギリギリに入る。ギリギリ入るのめっちゃ嫌。いや、入ってこられんのいいで、別に。なんかやばい遅れるってなってギリギリに入るのが嫌。なんかもう行って誰かおるのが嫌やねん。いや、オンラインやったらまだいいけど、なんかさ、何、公園、新春特別とかの時とかさ、ドライブの日とかさ、なんか入り時間があるやん、もちろん。でそれにさ行ってさ、先輩とかがさいっぱいおったらさ、なんかあっってなるやん。わかる？なんか自分後輩やのに先輩らとかいっぱいおったらあっってなるから、早く行きたいね。嫌じゃない？だって待っときたいくらいやん。オンライン授業中、画面に自分の顔が映ってるんですか？いいえ、映っていません。英語の先生は映せって言うねんけど、冗談で。けど全然、あの一瞬だけ顔出ししてくれたら、あの来ましたよーみたいな出席書いてる先生が、で終わり。なんか一瞬ポチってして、あ、誰だろ、 OK、 誰だろ、 OK みたいな感じ。なんか遅れてこられるのはいいけど、自分が遅れるのは嫌。そんな流れを着ても分からんで、しかも15分くらいで終わるっていう。でも入る前に、あの先生ら、先生らっていうか担任の先生が10分前くらいに入ってくんねん。その時に英語の先生とかがなんか喋ってくんねんな。それの時は5人くらいしか入ってないから、当たる可能性があるっていう。おはようございますって言って、あのオンラインやから誰も返されへんやんか。ね、シーンってなって、誰か返せやみたいなことを英語の先生が言っててさ、でさ
なんかまだちょっと沈黙やって、でなんかすごいめっちゃ喋るわけ、なんかわからんけど、なんやろな、一人の子が言って、おはようございますみたいな、で他の言ってない誰々と誰々と誰々と黒島はあれやな、逆立ちで机の横一周なみたいなこと言っててさ、なんか勝手にさ私がさ、あ振られたね話、なんかさくらとかやっていけそうやけどなみたいな、その喋る子がな、生徒かな、振ってきてん、そのこと遊んでたから、遊んでることあるくらいの仲やったからさ、振られてさ話で、でもさ声、私電話苦手な人やねん、なんか電話するのめっちゃ苦手で、声だけっていうのがほんまに苦手やねん、なんかいつもさ目で訴えるタイプやねん、マスクしてるやん、ここの表情ないやん、目でもみたいな、なんかごまかしてる時もハハハみたいな感じでさ、もう動きと顔でさもう必死でさ喋ってんのにさ、こっちはけど声だけで喋れって言われてもさ、もういつものそれが全部あかんからさ無理なわけ、だからつけてなかったんやけど、あのさくらってできそうやけどなとか言われてんけど、無視でね、もういいかと思ってならなんかこれさ、さくら画面の前から離れてんじゃんみたいなことを英語の先生が言い出してさ、でもあこれはあかんわと思ってつけてマイクいますよって言ってひどいよな、勝手になんかそういうやつやと思われてんねんけど、ひどくね、うわおるわ、仕事のオンライン会議でいつも資料見てるふりしてスマホ触ってる、おるわそういう人、めっちゃうわって思ううわおるよな、私絶対せえへんタイプ、ブキって言った、ここ伸ばすだけのつもりが、なんか勝手にさそういうのサボるタイプの人と思われてんけど、サボれへんわ、なんなら1時間前くらいから入っとるわ2番目に入んの早いからな、だって昨日が1時間前で今日が40分前に入ってるからなそんな早入ってさ毎回2番手取ってんのにさ、そんな始まった途端抜けることなんかある、ないって、しかもその3人とかやったらさいいけどさ、5人おるからさなあ、だから喋らんかったんで、よくね、勝手になんかそういうやつやと思われてる、あココアちゃうわ、カフェオレ飲んでる、カフェオレカフェラテ、ほんまにあの1番手の子はめっちゃタブレット好きやねん、なんかもうなんやろな、何がおもろいんか分からんねんけど、ちょっとタブレットわーいってタイプやねん、で多分な学校好きやねんその子、めっちゃ好き好きって言って残ってるとかじゃないけど、なんか私が学校で遊んでる時もあのなんか残って遊んでる時もなんかその子に話しかけたりしてて、何の時がきっかけやったかな、なんかあってんよ、懇談の時におってん、その子が待ってたんか終わったんかしてちょっかいかけに行ったね友達と一緒に、ならなんかカイロ持ってたからカイロで暴れだしてみんなでなから暴れててん、でまんざらでもなさそうな顔してたので、家やったら帰るやん終わってんねんから、でも全然帰らんくて最後まで結局一緒に思ったから、でも学校は嫌いじゃないんやろなっていう感じの子やから早入ってんのかなって思った、来るのも割とな遅くはない、おもろいで、あんた何分に入ってんのって思う、おもろいよな、いやそんだけいじってたらめっちゃいじんねんけど、そんないじってたら嫌じゃないんかなって一瞬思うねん、大丈夫かなって思うねんけど、全然ニコニコして、まあ、ニコニコしてても嫌な時はあるやん、だからいけるんかなって思ってたら全然帰らんから、まあ、多分楽しいんやろなこれがって思って、いけてそうで何より、
明日で最後や。月曜はでもいかんか。はあ、今日は久しぶりにペンギンが喋ってたからな。髪の毛伸びたと思えへん？肩ギリギリつかんくらいのボブやったのに、肩につかんくてギリくくれるくらいのボブやったのに、もう鎖骨まで伸びた。ミディアムじゃない？これもうロブかミディアムやろ。ミディアムよな、分からんか。学年閉鎖って初めて聞いたけど、学級閉鎖もある。うん、学級閉鎖がなんかクラス何個かあって一クラスだけお休みになるとかやったら学級閉鎖っていう。で、一クラスとか二クラスとかじゃなくて、全部その、例えば1年2年3年ってやったら2年生だけ閉鎖しますってなるのが学年閉鎖です。まあ、学級閉鎖の方がなんか学級閉鎖で済むくらいの規模やってんけど、けどなんかな、行事があるねん、多いみたいで。で、修学旅行の説明とかも全体でやらな進まんから、なんか何組休みであと何組しかいないけどやりましょうができひんから、なんかバラバラに学級閉鎖していったらさ、もうずっとできひんからってなったらあかんから、一回休んで再開しようってなって。そうだから、なんかそうなんですよ。何分から始めたこれ。まあクラスの数が少なかったらなりやすいんちゃう。だって一クラスだけ授業とかさならんからさ、多分ってうちの学校は言ってたから。そら二クラスとかやったらさ、分からへん、結構あれじゃん、多かったらなりにくいじゃん、クラスの数が。だって5校とかあったらさ、なあ、めっちゃ休まな無理じゃない。一クラスだけやばいとかなっても学級閉鎖で終わるやん。もうすぐ15分やな。よし、昔の写真見ててさ、なんかあの大阪城ホールでさ、100人まだ8期候補生の時にさ出てる時あったやん、あったねんな。それのさ写真見つけてさ、めっちゃあの時は笑ってるつもりやってん、あのすごいニコニコしてるつもりやってんけど、なんかもう全然笑ってなかった。でもなんか、あ、めっちゃ超困惑してるやんみたいな顔やってん。今見たらすごいすごいなーって思ったなんか変わったなーと思って、周りみんなはーみたいな顔してんのにさ、一人だけなんかおーみたいな顔しててさ、嘘やろと思って。ちょっと一人だけなんか手、みんなここにある手がここにあるしさ、なんかやる気なくねと思って、びっくりした。あれ、やる気はあんねんで、やる気はあんねんけど、なんかすごかった緊張なんかな、なんか、ま、怖かっただけな気する。緊張はそんなしてないねん、だってオーディションでもないから。だって出えへんっていう選択もできるくらいのやつやから、緊張はしてないねんけど、なんか
なあ、その100人もさ年上いっぱいさおったらさ怖ってなるやん。それあいかさんが8期をもっとヒューヒューヒュー8期生はもっとフューチャーしてほしい。8期生公演、いやーやっぱりいい人ですねあいかさんは。本当にいい人ですね。八期生公演をさせてあげてほしいって言う人に悪い人はおらんからな。でシオンさんもさ結局やらんかったけどさ、八期でなんか冠させてあげたいみたいなことさ言ってたやん、言ってたよな。あれ うちのあれで終わったんかな、な言ってたよな。そうめっちゃいい人やったやん。からでも八期そうのことを言う人はいい人しかおらんと。よし終わります。ランキング見ます。13位、名前がない、なんか嬉しそうな人ありがとうございます。12位タカさんありがとうございます。11位 RC さんありがとうございます。10位 KG603 さんありがとうございます。9位哲宮さんありがとうございます。8位マキコさんありがとうございます。7位トミーダスさんありがとうございます。6位セイくんさんありがとうございます。5位オレオーズさんありがとうございます。4位マチカネオクキタルさんありがとうございます。3位スマタンさんありがとうございます。4位なんで下がった、2位ユメユメさんありがとうございます。1位ヨシさんありがとうございます。よしありがとうございました。しようです。なあ楽しかったなあ、懐かしいなあと思って。いやだってさ、なんか自分が思ってたよりさみんななんかもうってなってさ、なんか思ってたレベルのあれじゃなかったからびっくりしてた、その時っていう写真が出てきたから面白いなあと思って。まあそら2年も経ったら変わるよな。こんな声じゃなかったもんな最初、ミニちゃんでさ顔を出してなくてさ配信する時みたいな。緊張した時の声があるやねん、緊張した時の声ちっちゃい頑張って出してる声があるやねん。だからあれをわざと作ってるわけじゃなくて、なんか緊張したらああなんねん、わざとじゃないねんな。よな声高かったよな。32番のミニちゃんですみたいな。緊張してるからああなってるだけで別に作ってるわけではないねんな。そうっていう話でした。以上さよなら。